かあったのかしら。彼女、薬草を取りに行ったきり帰ってこないの。セピロス騎士団に報告した方がいいかしら。確かに栄誉騎士であるあなたなら。それに騎士団に報告するのも面倒だし、あなたにお願いしてもいいかしら。確か放浪寮の近くへ薬草を取りに行くと言ってたわ。そこに行けば彼女が見つかるかもしれない。ここにもいないのか。え、誰かこっちに来てる。お願い、少し静かにしてて。あの人に見つからないようにしなきゃ。その、いろいろと訳があって。わかった、お願い。お願いだから、私がここにいることは内緒にしてね。声はあっちの方からだな。よし、もう少し近づいてみようぜ。あれは確かアルバートじゃないか。どうしてこんなところに。どこにいるんですか、バーバラ様。僕、ここでバーバラ様を探してるんだ。大聖堂へバーバラ様に薬剤を届けに行ったんだけど、シスタービクトリアからバーバラ様は外にいるって聞いて。前にバーバラ様に治療をしてもらった時に、大聖堂の薬剤の原料が足りないことを言ってたのを思い出したんだ。その原料が確か赤いググプラムだったから。きっとそのググプラムを取りにここに来たと思い、僕もここに来て手伝おうかと。僕はバーバラファンクラブの会長だ。バーバラ様をこんな危険な野外に一人にさせるわけにはいかない。だからこの放浪寮に来て、赤いググプラムを取りながらバーバラ様を探してたんだけど。知らないのか、モンド城でバーバラ様を好きな人たちが集まるあのグループだぞ。あのホフマンさんですらメンバーの一員なんだから。
じゃないぞ。モンド城でバーバラ様のことが好きな人は大勢いるんだ。はあ、ここでバーバラファンクラブのことを話してもキリがない。また機会があったら話すよ。今はバーバラ様を探さなきゃ。でもバーバラ様、本当にこの近くにいるのかな。もちろん知ってるよ。危ないからこそバーバラファンクラブ会長である僕がバーバラ様を守らなきゃね。バーバラ様は赤いググプラムを取りに来たんだから、生えているルートをたどって進めば彼女に会えるはず。それもそうだね。他の場所も探さないと。そうだ、君もバーバラ様の声を聞いてないかな。僕の聞き間違いじゃないよね。君は魔物に集中してたんだから聞こえないのは当たり前だ。もういい、話は終わりだ。バーバラ様を探しに行かないと。君もやることがあるなら早く行くといい。バーバラ様いますか？このままだとバーバラが見つかっちゃうぞ。オイラたちも大声で呼ぼう。バーバラがオイラたちの声を聞いたらきっと察してここを離れると思うぞ。おい、恥ずかしがるなよ。仕方ない、オイラがやるぞ。バーバラー、オイラたちだぞ。バーバラー、どこにいるんだ。あれ、なんだか僕よりもやる気があるね。オイラたちもバーバラが好きだからな。なあ。お、なるほど。じゃあ一緒に頑張ろう。バーバラ、オイラたちだぞ。どこにいるんだ。バーバラ様いますか。バーバラ様、本当にここにいないのか。違う、信じないんじゃない。頼むよ、僕はもう喉が。さすが栄誉騎士だけあって気迫がある。わかった、どうやら本当にここにはいないらしい。もう帰ろう。この喉、バーバラ様が帰ってきたら直してもらわないと。どうして見つからないんだろう。
他に何かあったの？ありがとう。でも私は大丈夫だよ。ここで赤いググプラムを探してただけだから。おかしいなぁ、この辺でたくさん取れるはずなのにまだ一つも見つからないの。あ、心配しないで、もう少し探せば見つかるはずだから。バーバラ様、ここにもいないのか。え、誰かこっちに来てる。お願い、少し静かにしてて、あの人に見つからないようにしなきゃ。その、いろいろと訳があって。うん、そうだね、奥へ逃げよう。しー、気づかれないように静かにしてよ。ここまで来ればもう大丈夫だと思うから、しばらくここにいよっか。自分で言うのも少し恥ずかしいんだけど、私モンド城のみんなのために歌を歌ってるの。みんなも私の歌が好きで、シスターたちも応援してくれてるんだ。私の歌を聴いてくれる人も徐々に増えてくれててね。それはそれですごく嬉しいことなんだけど、私が街で買い物をしたり用事があって出かけたりするたびに、必ず誰かに呼び止められるようになったんだ。私のサインが欲しいだけだったり、挨拶がしたいだけだったりで、みんなに悪気はないんだけどね。それに私もみんなが好きでいてくれることにすごく感謝してるの。でもとてもじゃないけど、その数が多すぎて、みんなを失望させないように精一杯応じてるけど、時々ね、その疲れちゃうんだ。大聖堂にいても誰かが挨拶に来るの。だからひとときも気を緩められないんだ。今回トゥナーさんの咳止め薬を作るためにググプラムを取りに来たんだけど、実は理由はそれだけじゃなくて、一人になりたかったっていうのもあったんだ。あなたにもこの気持ちわかるかな。一人静かな場所で何も考えず、誰にも気を使わなくていい、そんな幸せな解放感を味わいたいっていう気持ち、この感じが心地よくて、いつの間にか帰ることを忘れてたみたい。普通のはね、私が欲しいのは赤いググプラムなんだけど、それがどうしても見つからなくて、この近くにあると思うんだけど。そうするしかないみたい。あの人には申し訳ないけど、今日は本当に静かに過ごしたいから。家族か。お父さんはファルカ大団長と遠征に行ったきり帰ってきてないの。家族と言える人は他にもいるけど、あの人は私に構う時間なんてないし、それに私は一人でも大丈夫だから、面倒をかけたくないんだ。うん、ファルカ大団長はセピロス騎士団の大団長だよ。あなたも聞いたことあるよね。仏業の枢機卿、
セピロス教会主教サイモン・ペイジ、その人が私の父なの。でももう長いこと会ってないんだ。ファルカ大団長の遠征がいつ終わるかもわからない。わからない。お父さんは私に一言だけ残してすぐにファルカさんと遠征に出ちゃったから。教会のことも全部カルビン枢機卿に任せたの。私のお父さんとファルカ大団長が遠征に出た後、カルビン枢機卿が事務を任されたの。忙しすぎて外に出られないみたいだから、教会のシスターもなかなか会えないんだって。私は最近天空のライアーの件でお会いしたけど、その時も忙しそうにセピロス騎士団とある件について話してたよ。服のボタンも掛け違えてて。そういえば覚えてるかな、あの日あなたとあの金融詩人とジン団長が天空のライアーを持ってきたでしょ。天空のライアーが壊れてるのを見て私気絶しかけたよね。はぁ、あの金融詩人が直してくれなかったらどうなってたことか。もし天空のライアーが本当に壊れてたらカルビン枢機卿絶対に怒るから。あれ、汗かいてるみたいだけどどうしたの。天空のライアーがどうかしたのかな。わかったよ、もう聞かない。どうせ天空のライアーはもう治ってるんだし、この話はおしまい。あの人ももう遠くに行ったみたいだから、そろそろググプラムを取りに行かなきゃ。赤いググプラム、どうして見つからないんだろう。あなたたちが手伝ってくれるなんてすごく嬉しいな。一緒にこの辺りを探せばすぐに見つかると思う。おかしいな、この辺は赤いググプラムがたくさんあるはずなのに。これがバーバラの言ってた赤いググプラムじゃないか。早く取って彼女に届けようぜ。
ぼーっとするにはぴったりだけど、あまり日の光が当たらないから。あそこに長居してると、どんどん気持ちが暗くなってく気がするよ。元気を保つには、やっぱり日の光を浴びるのが一番だね。そうだ、せっかくここに来たんだし、暁ワイナリーのトゥナーさんの様子を見てくるね。前にしっかり休むよう忠告したんだけど、ずっと聞かなくて、ゲイルに言わないでくれんなんて言うし。だから彼の状態を確認してから、彼に作る薬を決めようと思うの。でね、私がトゥナーさんのところに行くこと、私の代わりにシスター・ビクトリアに伝えてきてくれないかな。こんなに長い時間戻らないと心配かけちゃうかもしれないから。それに、まだ教会でやらなきゃいけないことがたくさん残ってるの。だから、まだ帰れないことを伝えておかなくちゃ。手伝ってくれてありがとう。じゃあ頼んだよ。ならまだ帰ってきてないわよ。そうなの、無事ならよかったわ。ということはすぐには帰ってこれないのね。教会のことは他の人にお願いしなきゃ。あら、手伝ってくれるの？ごめんなさいね、面倒かけて。そうね、大聖堂の周りを掃除してくれないかしら。大聖堂の周りは人がたくさん来るから汚れやすいの。いつもバーバラに任せてたから、彼女がいないとすぐ汚れちゃって。そう、バーバラったら自分でやるから大丈夫って言って毎回一人でやろうとするの。でも掃除が終わるといつもすごく疲れてるのよね。だからバーバラがあなたに手伝いをお願いするなんて正直驚いてるわ。でもこれで彼女の負担も少し減るかしら。とりあえず掃除のことはお願いね、栄誉騎士。次は何に会えるだろう。空人、空人、ここに着いたの。手伝ってくれてありがとう。大聖堂の件も放浪寮の件も。疲れたから喉渇いたでしょ。何か飲みたいものはない？お礼にご馳走するよ。あ、最近キャッツテールが特製ドリンクを出したらしいよ。マーガレットさんから聞いたんだけど、名前は偉大なる幻想憂鬱三国記法茶
だったかな。エンジェルズシェアの売り上げを超える秘密兵器なんだって。とっても美味しくてすごく人気みたい。だから買うには長い列に並ばないといけないんだけど、もし並ぶのが嫌なら私がスパイシードリンクを作ってあげる。どっちにする？確かにすごそうな名前だね。なんでそんな名前にしたのかはわからないけど、売れ行きが好調みたいだから連日長蛇の列らしいよ。それが飲みたいなら早くキャッツデールに行かないと。でも休暇を半日取ったとはいえ、外に出るときは必ずシスタービクトリアに行き先を伝えなきゃいけないの。だけどキャッツテールの特製ドリンクは人気だから早く行かないとダメだし。あ、そうだ、私の代わりにシスタービクトリアに伝えてきてくれないかな。私は先に行って列に並んどくから、そうすればどっちも問題ないよね。どうかな。よし、じゃあ行ってくるね。後でキャッツテールに集合だよ。大丈夫、今日は休日だってことをちゃんと伝えればみんなも理解してくれると思う。じゃあ行ってくるね。後でキャッツテールに集合だよ。あら、何か用かしら。そのことね。確かにバーバラは休暇を取ったわ。ある友達と一緒に過ごすっていう理由で。でも本当に珍しいわね、バーバラが友達のために休みを取るなんて。それはさておき、私に何か用かしら。え、バーバラがあなたと一緒にその特製ドリンクを。もしかしてバーバラが言ってた友達ってあなたのこと。そう、栄誉騎士であるあなたなら納得だわ。うん、状況は理解したから、バーバラのことはお願いね、栄誉騎士。そのことね、バーバラがモンド城ですごく人気なのはあなたも知ってるわよね。その人たちにとっては好意のつもりなんだろうけど、数が多すぎてバーバラの手に負えないことがあるの。仕事中なら教会の人が彼女を助けてあげられるけど、休暇中だと彼女一人で対応しなくちゃならないでしょ。それに彼女優しすぎるの。みんなの要求に一人ずつ答えてるから、休日なのに仕事よりも疲れるなんてことがまあまああるらしいわ。だからね、バーバラの行き先を知っておくことにしたの。本当に助けが必要な時すぐに駆けつけてあげられるようにね。本音を言うとバーバラにはもう無理をしないでほしいんだけど。お仕事ですか？ああ、
そうかな。仕事でここに。バーバラさん、俺にもサイン書いてくれないか。俺の娘エリンがファンなんだ。そうなんだ。ちょっと待ってね、今すぐ。バーバラさん、どうしたらあなたみたいになれるのか教えてください。私はまだまだ未熟で。バーバラさん。くれないか。エリンが喜ぶと思うんだ。なんたってバーバラさんの大ファンだからな。ちょっと待った。そうだったのか。じゃあ面倒はかけたくない。エリンも鍛錬中だし、また今度にしよう。バーバラさんの努力は目を見張るものです。僕もあなたのように努力すればきっと鍛造の技術が。あなたはあの栄誉騎士ですよね。なぜバーバラさんと一緒に。そうだったんですね。バーバラさん仕事中でしたか。申し訳ございません。失礼しました。経験上、あのまま続けてたらどんどん人が増えてたと思う。私断れない性格だから、きっと最後はセピロス騎士団にも迷惑をかけてたかもしれない。はあ、私もあなたのようにうまく話せたらな。あ、そうだ、これが偉大なる幻想憂鬱産後基本茶だよ。どうぞ。せっかくの休日だし、場外を散歩しながらゆっくり飲もうよ。やっと
ち着けるね。付き合ってくれてありがとう。そういえば、あなたとこうして一緒に散歩するのはこれが初めてだね。栄誉騎士の称号をもらったって聞いたから、てっきり厳格な人かと思ってたけど、でも実際あなたに会ってみるとびっくりするほど。あ、別に悪い意味じゃないからね。ただそんなに若いのに栄誉騎士になれるなんて、単純にすごいと思っただけだよ。ジンさんもあなたのことを信頼しているからその称号を授けたと思うんだ。私もあなたみたいにみんなを助けられる力が欲しいな。今の私は歌以外何も取り柄がないから。あ、ごめんなさい、一人で勝手にいろいろ喋っちゃって。だいぶ歩いたからあそこで休憩しよっか。静かだね。周りに誰もいないし、休憩にはぴったり。恥ずかしいんだけどね、アイドルって言葉知ってる？私がたまにモンド城で歌を歌ってるの聞いたことあるよね。私の歌は体の傷を癒せるけど心の傷は癒せない。どれだけ神の目を駆使してもね。それでとある一冊の本の中でアイドルって呼ばれる人の存在を知ったの。その本によれば、アイドルは歌と踊りで愛と希望を与える人らしいんだ。本当に歌と踊りで愛と希望を与えられるかはわからないけど、せめて私の歌でモンド城のみんなが喜ぶなら。本当に？それはすごい。そのアイドルを知ってるの？その人、きっとすごい神の目の持ち主なんだね。でも、歌と踊りで人の心を癒すなんて、考えるだけでも難しいことだよ。私にできるかはわからないけどね。牧師の役目もままならないのに。それならよかった。ありがとう。誰かとこんなにたくさん喋ったのなんて久しぶり。私の愚痴を聞いてくれてありがとう。栄誉騎士であるあなたに励まされたおかげで、これから先も頑張れるよ。さてと、まだ少し残ってるから全部飲んじゃおっか。今日はゆっくり休んで、明日からまた頑張ろう。掃除をしてくれたんだね。シスタービクトリアから聞いたよ。ちょうど今ここに着いたの。手伝ってくれてありがとう。大聖堂の件も放浪寮の件も。疲れたから喉渇いたでしょ。何か飲みたいものはない？お礼にご馳走するよ。あ、最近キャッツテールが特製ドリンクを出したらしいよ。マーガレットさんから聞いたんだけど、名前は偉大なる幻想憂鬱三国記法茶だったかな。炎
ジルズシェアの売り上げを超える秘密兵器なんだって。とっても美味しくてすごく人気みたい。だから買うには長い列に並ばないといけないんだけど、もし並ぶのが嫌なら私がスパイシードリンクを作ってあげる。どっちにする？うん、わかった。でもあの飲み物普通の味じゃないけど大丈夫かな？よかった。そうだ、飲み物を作るには絶雲の唐辛子とスイートフラワーが必要なの。必要な量は多くないけど、美味しいスパイシードリンクを作るためには良質な材料じゃなきゃダメなんだ。新鮮な絶雲の唐辛子が取れるところは知ってるけど、スイートフラワーはちょっと難しくてね。そこら辺に生えてはいるけど、良質のものはめったにないんだ。よし、二手に分かれて探そう。材料を見つけたら、ささやきの森の南側に集合ね。そうかな、それでもいいけど。でも確かに栄誉騎士がそばにいてくれた方が材料を取るときも安心できるね。そうだ、一応お休みを半日取ったけど、外に出るときは必ずシスタービクトリアに行き先を伝えなきゃいけないの。まずはシスタービクトリアに報告しなきゃ。薬草を取りに行くってことにしとこっか。何か用事があるの？ささやきの森に薬草を取りに行きたいの。すぐに帰ってくるから。あら、さっき友達のために休みを取ったと思うけど、どうしてまた薬草を取りに？私はてっきり今日こそ休んでくれると思ってたのに。まあ具体的な理由は探らないでおくわ。きっと理由があってのことなんでしょうから。でももし遠いところならセピロス騎士団に護衛を申請した方がいいんじゃないかしら。栄誉騎士も一緒だから何も問題はないわ。わかったわ、行き先は記録しておくからあまり遅くならないでね。うん、お願い、ありがとう。これでよし、じゃあ出発しよっか。
すが栄誉騎士、確かに楽勝だったね。あ、待って、腕怪我してるよ。ダメ、小さな傷口でも放っておくと悪化する可能性があるんだから。ちょっと待ってて、すぐに直してあげる。これでよし。じゃあスイートフラワーを探そっか。あなたはセピロス教会の牧師さんでしょうか。はい、私に何か用ですか。よかった、僕の傷を治療してくれませんか。僕は清泉町の狩人です。ここに来る途中、魔物に襲われてしまって必死に逃げてきたんです。お願いします、治療してください。そんなわけないじゃないですか。報道団がこんな傷だらけになって誰かに治療してもらうなんてことあるわけ。信じてください、僕は報道団じゃありません。ほら、この体の傷、明らかに魔物による傷ですよね。同情心はないんですか。こんな傷だらけであんな遠くまで行けるわけないでしょう。まあ、あなたの格好を見ればわかります、冒険者ですよね。冒険者はみんな疑い深いですから。牧師さん、あなたは僕を疑ったりしませんよね。僕を治療してください、お願いします。わかりました、今すぐ治療します。この人の傷結構深いみたいだから薬が必要なの、手伝ってくれないかな。それもいいけど、まずは治療が先だと思うの。なんだか急に傷が良くなってきました。その牧師さん、治療はもうしなくて大丈夫ですので、僕は先に失礼します。まだ何か、何がしたいんですか。僕は何もしてませんよ。何様のつもりですか。僕はただ治療を頼みに来ただけでしょう。それの何が悪いことなんですか。バカにしてるのか。捕まえたいなら捕まえてみろ。相手を間違えたら、分かったよ、行けばいいんだろ。ありがとう。さっきの人、傷口を見たけど本当に治療が必要だった。たとえ報道団であっても、でもあなたの言うことにも一理ある。もし彼が何か企んでたら、それこそ危険な状況を招いてしまってたかもしれないから、とりあえずモンド城に帰ろう。もし彼に仲間がいたら、ここは危険だから。今日はもうスパイシードリンクをご馳走できそうにないね。次の機会があったら今度こそ作ってあげるから。じゃあ先にモンド城に帰ってるね。これをやってるのか。お疲れ様、大聖堂の周りの掃除をしてくれたんだね。シスタービクトリアから聞いたよ。
ちょうど今ここに着いたの。手伝ってくれてありがとう。大聖堂の件も放浪寮の件も。疲れたから喉乾いたでしょ。何か飲みたいものはない？お礼にご馳走するよ。あ、最近キャッツテールが特製ドリンクを出したらしいよ。マーガレットさんから聞いたんだけど、名前は偉大なる幻想憂鬱三国記法茶だったかな。エンジェルズシェアの売り上げを超える秘密兵器なんだって。とっても美味しくてすごく人気みたい。だから買うには長い列に並ばないといけないんだけど、もし並ぶのが嫌なら私がスパイシードリンクを作ってあげる。どっちにする？うん、わかった。でも、あの飲み物、普通の味じゃないけど大丈夫かな？よかった。そうだ、飲み物を作るには絶雲の唐辛子とスイートフラワーが必要なの。必要な量は多くないけど、美味しいスパイシードリンクを作るためには良質な材料じゃなきゃダメなんだ。新鮮な絶雲の唐辛子が取れるところは知ってるけど、スイートフラワーはちょっと難しくてね。そこら辺に生えてはいるけど、良質のものはめったにないんだ。よし、二手に分かれて探そう。材料を見つけたら、ささやきの森の南側に集合ね。じゃあ私は、ささやきの森でスイートフラワーを取ってくるから、あなたは石門の近くで、絶雲の唐辛子を取ってきて。そうだ、一応お休みを半日取ったけど、外に出るときは必ずシスタービクトリアに行き先を伝えなきゃいけないの。私は先にささやきの森に行ってるから、シスタービクトリアに行き先を伝えてきてくれないかな。何かお困りですか？あら、何か用かしら。バーバラがささやきの森に行って薬草を取りに。あら、さっき友達のために休みを取ったと思うけど、どうしてまた薬草を取りに。でもそれもきっと理由あってのことなのよね。あなたも同行するのかしら。そう、じゃあ安心できるわね。バーバラのことはお願いね、栄誉騎士。そのことね。バーバラがモンド城ですごく人気なのはあなたも知ってるわよね。その人たちにとっては好意のつもりなんだろうけど、数が多すぎてバーバラの手に負えないことがあるの。仕事中なら教会の人が彼女を助けてあげられるけど、休暇中だと彼女一人で対応しなくちゃならないでしょ。それに彼女優しすぎるの。みんなの要求に一人ずつ答えてるから、休日なのに仕事よりも疲れるなんてことがまあまああるらしいわ。だからね、バーバラの行き先を知っておくことにしたの。本当に助けが必要な時すぐに駆けつけてあげられるようにね。本音を言うとバーバラにはもう無理をしないでほしいんだけど。何をすればいい？
が伝わってくるぞ。ささやきの森に行ってバーバラと集合しよう。それには時間がかかるでしょ。もしその間に砲塔団が何か悪いことをしたら大変なことに。それで助ける方法を考えてたら、あなたがやってきてくれたんだ。英雄騎士、もしよかったら。じゃあお願いね、英雄騎士。治療は私に任せて。誰だ？俺たちの邪魔をするのは。その人を離して。ひどいか。やろう。その女を捕まえろ。慌てふためく顔を楽しませてもらおうじゃねえか。まずいぞ。バーバラが狙われてる。心配しないで。これでも神の目を持つ者。あの人たちの相手はできるよ。あなたはあの商人を先に助けてあげて。あれは神の目。まずいですね、頭。あいつは厄介だ。何ビビってんだ。たかが女じゃねえか。神の目がどうしたってんだ。こっちは人数で勝ってんだ。一気にかかってやっつけるぞ。
山を滅ぼしたつやっ。本当に何とお礼を言ったらいいか。私はリーレからの商人です。モンドへは商売をしに来たのですが、途中で放蕩団に遭遇してしまい、ここまで連れてこられてしまったんです。あなたたちがいなければどうなってたことか。そうだ、何かお礼を差し上げなくては。放蕩団にほとんど奪われてしまったので手元にはあまり残っていませんが、あ、私がリーヴェから持ってきたスパイシードリンクと良質なスイートフラワー、それにモラが少し残っています。いえいえ、お礼だなんて。危険な目に遭ってる人を見かけたら助ける、人として当然のことをしたまでで。それに私はセピロス教会の祈祷牧師、こちらはセピロス騎士団の栄誉騎士。リーウェから来たあなたの安全を守るのは私たちの責務でもあるの。いえ、助けてくださったんです。どうか礼をさせてください。それにこれらは貴重なものでもありませんし、どれか一つお選びください。そう、わかったわ。でも私もどれを選べばいいか。リーユへのスパイシードリンクもいいと思うけど、良質なスイートフラワーがあったら私もスパイシードリンクを作れるし。そうだ、冒険が得意なあなたなら私よりこういうことには慣れてるよね。ここは任せていいかな。一番いいと思うものを選んで。確かに冒険者の方がこういうのには慣れてるでしょう。リーウェのスパイシードリンク、良質なスイートフラワー、モラ、どれにしますか？これにしますか？いいですけど、お口に合うかどうか。お二人いらっしゃいますので二つ差し上げましょう。はい、これをどうぞ。助けてくださり本当にありがとうございました。私はリーウェ校のスパイシードリンク飲んだことないな。どんな味がするんだろう。とりあえず飲んでみよっか。私の作るスパイシードリンクと全然違う。あなたはどう思う？無理しなくていいよ。今日はもう遅いし、スイートフラワーを探す時間もないから。今度機会があったら私のスパイシードリンクを作ってあげる。私が作るのはもっとまろやかで、こんなに刺激的じゃないから。もうモンド城に帰ろう。休暇もこれでおしまい。今日は付き合ってくれてありがとう、栄誉騎士。半日だけだったけどすごく楽しかった。今度機会があったら私がスパイシードリンクを作ってあげるね。私はリーヴェからの商人です。モンドへは商売をしに来たのですが、途中で放蕩団に遭遇してしまい、ここまで連れてこられてしまったんです。あなたたちがいなければどうなってたことか。そうだ、何かお礼を差し上げなくては。放蕩団にほとんど奪われてしまったので手元にはあまり残っていませんが、
あ、私がリーヴから持ってきたスパイシードリンクと良質なスイートフラワー、それにモラが少し残っています。いえいえ、お礼だなんて。危険な目に遭ってる人を見かけたら助ける、人として当然のことをしたまでで。それに私はセピロス教会の祈祷牧師、こちらはセピロス騎士団の栄誉騎士。リーウェから来たあなたの安全を守るのは私たちの責務でもあるの。いえ、助けてくださったんです。どうか礼をさせてください。それにこれらは貴重なものでもありませんし、どれか一つお選びください。そう、わかったわ。でも私もどれを選べばいいか。リーウェのスパイシードリンクもいいと思うけど、良質なスイートフラワーがあったら私もスパイシードリンクを作れるし。そうだ、冒険が得意なあなたなら私よりこういうことには慣れてるよね。ここは任せていいかな。一番いいと思うものを選んで。確かに冒険者の方がこういうのには慣れてるでしょう。リーウェのスパイシードリンク、良質なスイートフラワー、モラ、どれにしますか？そうだったんですか？スイートフラワーでスパイシードリンクを作るなんて。同じ種類の飲み物でもやっぱりモンドとリーウェでは作り方が違うんですね。はい、スイートフラワーをどうぞ。これらはどれも最上級のものですよ。助けてくださり本当にありがとうございました。私は先を急ぎますので。これで本当に良質なスイートフラワーだね。これでスパイシードリンクを作る材料が揃った。早くモンド城に帰ろう。城内に着いたら冒険者協会の隣にある庭園で待ってて。スパイシードリンクができたらそこまで持っていくから。しなきゃいけなくて、練習が終わった後には教会の仕事もあったし、両方おろそかにならないようにしなくちゃって思ったんだ。でも朝はやっぱり眠いから、寝ぼけて練習しても何を歌ってるのか自分でもわからなくて、結局あまり練習の成果が出なかったんだ。それで朝ちゃんと目が覚めるようにいろいろ試したの。ランニングとかミントとかスライムと戦うとか。でもどの方法もいまいちピンとこなくて、目が覚めるにしても時間がかかりすぎて練習する時間がなくなったりしてたの。そこで絶運の唐辛子で眠気を覚ます方法を試してみたんだ。サラさんにもそう言われたよ。だから直接食べるんじゃなくて、絶運の唐辛子をまろやかにブレンドした飲み物にしたの。
ラワーで刺激を緩和する方法はサラさんから教わったんだよ。それから毎朝そのスパイシードリンクで眠気を覚ましているうちに、その味が好きになっちゃったの。飲んだ時の辛い感覚も私にもっと努力しろって言ってくれてるような気がして。そう言われると照れちゃうな。あなただってすごく努力家なんでしょ。それにアンバーから聞いたよ。自分の家族を探すために旅をしてるんだよね。あなたが経験したこと、これから経験することは、歌が上手い下手とかそんなことなんかよりずっと困難な道だと思う。あまり役に立てないけど、治療が必要ならいつでも私を呼んで。どんな傷でも私が治してあげるから。お、少しおせっかいだったかな。ごめんなさい、気が緩んでつい。今日はせっかくの休日だし、この飲み物をゆっくり味わってリラックスしよう。明日になったらそれぞれの道に向かって努力しなきゃね。私たちの願い、叶うといいね。